マップの香取慎吾が23日、日本テレビ系のバラエティ番組、サンマ&スマップ。美女と野獣20周年記念に出演し、お笑いコンビ、フットボールアワーの岩尾望むから激切れされたことを明かした。香取はある日、車に乗りながらブログのネタを探していたところ、している岩尾を発見、携帯電話で撮影した。すると岩尾が瞬時に激高し、こらてめえなどと怒鳴り出したという。普段の岩尾のキャラとは異なることに香取はどうしたんだろうと思ったという。香取は車の奥の方にいたため岩尾からは見えなかったらしく、ふざけんな、なん撮ってんだとテレビで見せる温厚そうなキャラからは信じられない激変ぶりで、シートベルトがなければ車から出てきそうな勢いだったという。